今回はプリプリエビマヨを作っていきます。はじめにアスパラガスを切っていきます。アスパラガスの下の部分はピーラーで剥いています。私がエビが大好きなのでエビマヨ作りたいなと思って、エビをお母さんが用意してくれるっていう話になって、じゃあ4人前分ぐらいでお願いっていう風に頼んだんですよ。そしたらエビが 500g ぐらい来て、結構前の妹と撮った動画でもあったんですけど、うちの母は頼んだら自分が思ってる倍ぐらい来るんですよ。むしろ頼んでないものも来るんですよ。すごいありがたいんですけど、 500g のエビが来たので今回は大量のエビマヨを作っていきます。次に殻を外して背ワタを取ったエビに片栗粉と酒と塩を入れて臭みを取っていきます。混ぜた後よく水で洗ってキッチンペーパーで水気を取っていきます。エビはこういう下処理が面倒ではあるんですけど、やっておくと美味しくなると思って頑張りました。なんせ数が多いんでここが一番大変でした。最近すごい暑いじゃないですか。最高気温が30度超える日もあったりして、もう夏が来てるんだなって思うんですけど、熱中症に気をつけようっていう話です。去年軽めの熱中症みたいなのになって、熱中症の症状の前日に割と外に出てたかなっていう感じで、その日は特に何もなかったんですけど、次の日の朝すごい体調悪くなって、しかも家に一人で、ああいう時って本当に焦るんですよね。どうしよう、本当に救急車かもとか思って、水分とっても治らなかったので塩をそのまま摂取したんですよ。そしたらだんだん落ち着いてきました。去年は何回か塩に助けられました。本当に熱中症っぽい症状になったら塩言ってください。私は聞きました。熱中症に一回なっちゃうと1年間熱中症になりやすくなっちゃうみたいなのを母が言ってて、確かにそうかもって去年思ったので、今年は本当に気をつけたいなと思います。皆さんも本当に気をつけてください。去年は本当にきつくて、そこまで暑くない岩盤浴行ったんですけど、10分ぐらいでリタイアしました。サウナとか怖くて一生行けないです。料理に戻って、次にエビに下味をつけていきます。下味に卵白を入れるので卵黄が混ざらないようにしていきます。卵黄もこの後使うので別のボウルに取っておきます。 YouTube に動画を投稿してる人は自分のチャンネルがどういう年代の人が見てて、どういう時間帯に見てるかっていうアナリティクスを見れるんですけど、これ本当に合ってるのかなっていうのがあって、まず視聴者が65歳以上が圧倒的に多くて7割ぐらいを占めてるんですよ。で、残りの 30% いないぐらいの年代が55歳から64歳の方々っていうのが出てて、他の年代ゼロなんですよ。これは嘘じゃんっていう。本当だとしたらそれもそれで嬉しいんですけど、あと見てる性別もう 100% 女性になってるんですよ。確かに料理のコンテンツだし女性の方が見る人多いのかなって思うんですけど、料理好きな男の子もいるじゃないですか。あとは確実に動画を見てくれてるメンズを知ってるんですけど、それでも女性が 100% っていう、ちゃんと分析してんのっていう感じなんですよ。一度料理に戻って、次にソース作りをしていきます。エビの下味に卵白を使ったので卵黄はソースに入れていきます。調味料を入れてボウルで混ぜていきます。次にエビに片栗粉をまぶしていきます。
まぶし方は正直まぶせれば何でもいいかなと思うので、今回は量が多かったのでボウルに片栗粉を入れてまぶしてるんですけど、袋に片栗粉とエビを入れて振ってまぶすのもいいかなと思います。今回は量が多いのでボウルで2回に分けてまぶしていきます。本当は天ぷら粉で揚げ焼きしようかなと思ったんですけど、天ぷら粉が切れてて準備しとけよって感じなんですけど、今回は薄力粉をまぶしていきます。天ぷら粉がある方はそっちでもいいかなと思います。いよいよ焼いていきます。少し多めの油を入れて、油が温まったらエビを揚げ焼きしていきます。エビの片面が焼けてひっくり返したらアスパラを入れていきます。アナリティクスの話に戻ります。これぐらいのペースで喋ってるとだいぶゆっくりだなって感じると思うんですよ。私は別に意識してゆっくり喋ってるわけじゃないんですけど、お兄さんがこの動画を 1.5 倍速にして見てるらしくって、ちょうどいいらしいです。ただ YouTube のアナリティクスを見る限り結構年齢が高めの方が見てるということで、これぐらいの落ち着きがある感じの方がいいのかなと思うので、まあこれぐらいのスピードで行こうかなと思います。若い方で見てる方いるとすれば、アナリティクスではね 0% になってるのでいないのかなとも思うんですけど、もしいたら 1.5 倍速で見るのもおすすめです。正直最初の方はもう少しカットをきつめにして話が円滑に進むようにしてたんですけど、実際に喋ってる間の感じで出すのもいいかなと思って、とりあえずはこのままやっていきたいと思います。全然違う話になるんですけど、なんか最近新しい SNS できたらしいですね。スレッズっていうんですね。あんまり詳しくはまだ知らないんですけど、 Twitter とインスタの融合みたいな、そういう感じなんですか。どんどん新しいものができてきますね。今の中高生とか大変だろうなって思います。料理に戻って、焼けたエビとアスパラをタレの入ったボウルに入れて和えていきます。和えたら完成です。エビが食べれない人は鶏ももに変えたりしても美味しいかなと思います。背わたを取る段階で深めに切り込みを入れるとエビが自立しないで広がっちゃうんですけど、そこまで切り込みを入れないと焼いた時も綺麗にくるっとなるので、切り込みは入れすぎない方がいいかなと感じました。お皿に盛り付けていきます。エビの赤の感じとマヨネーズの黄色っぽい感じとアスパラの緑色が綺麗に完成できたのかなって思います。エビの下処理だけ少し面倒なんですけど、美味しくなるのでぜひやってみてください。完成しました。プリプリキラキラに出来上がりました。もはや黄金みたいな感じで、黄金のエビマヨっていう名前をつけようかなと思います。普段の料理でももちろんいいし、少しお祝いみたいな時でも映えるかなって思います。皆さんもぜひ作ってみてください。今回は金魚が逃げたのエプロンを着ました。金魚が逃げたっていう絵本知ってますか。私はこの絵本はすごい印象に残ってる絵本で、ある市区町村の公務員試験で実技があったんですけど、そこで絵本がたくさんあって金魚が逃げたを選んだっていう思い出があります。このエプロン可愛いのでまたどこかの動画で着ると思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。次回もまた見てね。バイバーイ。